ナーのマテリアルの設定に予想以上に時間を取られてしまったことはありませんか？今回見つけたアドオン、イクストリーム PDR コンボは、素早く簡単にマテリアルを設定できる紙アドオンでした。デジタルものづくりチャンネル、試しに実際に使ってみましょう。今回は検証用に簡単なステージを用意しました。イクストリーム PDR コンボをインストールすると、右のようなパネルが使えるようになります。カタログの中からマテリアルのジャンルを選んで、サムネイルをクリックします。オブジェクトを選び、マテリアルを追加または差し替えを行います。これだけ。とても簡単ですね。テクスチャのサイズ調整や方向の調整も同じパネル上で可能です。その他、明るさやコントラスト、凹凸の強さ、透明度なども同じパネルで調整可能です。これは便利ですね。マテリアルの種類も豊富です。どんなマテリアルがあるか早速見てみましょう。まずは木材系から。汎用性の高い木目は、明るいものから赤系のもの、暗めのものまで揃っています。また樹皮やチップボード、板材、フローリングまで基本的な種類は網羅されています。次に金属系のマテリアルを見ていきましょう。錆びたものからくすんだもの、加工された鉄板系のマテリアルもあります。フェンスのような金網系のマテリアルまでありますよ。クリーンな質感のものは少なく、汚れた質感のマテリアルが多いです。変わり種として水のマテリアルがあります。なんとこれ、水面のアニメーション付き。水の色も変えることができますよ。海や川、池やプールの作成に役立ちそうです。ファブリック系のマテリアルもいくつか見ていきましょう。汎用性の高い布のマテリアル、また衣服やぬいぐるみに使えそうな毛糸のマテリアル、内装に使えそうなカーペットのマテリアル、家具に使えそうな革の質感もありますよ。これはいつ使うんだろう。傷跡のマテリアルです。なんだかちょっとおしゃれかも。これは面白いですね。夜の高層ビルのためのマテリアルです。ちょっぴりホラーなマテリアルまでありますよ。驚いたのが岩や石のマテリアルの豊富さです。壁材から砂利まで幅広く用意されています。確かに石材は重要ですよね。その他、屋根やタイル、地面のマテリアル、道路に雪、食べ物など、紹介しきれないほど膨大な量のマテリアルが収録されています。素材の種類としては、内装や外装、フィールド製作に役立つ素材が多い印象です。欠点としては、絶対に使わなそうなマテリアルもいくつか。これは素材集の宿命ですかね。また素材のデータを全て合わせると 14GB を超えました。ストレージに十分な余裕が必要です。多少の欠点があれど、このアドオンは素早く全体の雰囲気を確認したいときに大活躍しそうです。簡単な CG 作品ならそのままいけるものも多そう。少なくとも私は購入して後悔はしていません。ということで、今回はイクストリーム PDR コンボの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。